お待たせをいたしました。ただいまよりウーブンシティ建設工事の地鎮祭を執り行います。始末中社を代表いたしまして、トヨタ自動車株式会社取締役社長豊田昭夫様よりお言葉を頂戴いたします。豊田でございます。本日は大変お忙しい中、多くのご来賓の皆様にご出席を賜り誠にありがとうございます。本日地鎮祭を迎えるにあたり、これまで多大なるご支援ご協力を賜りました裾野市、静岡県および地域の皆様、そして工事関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。コロナ禍において決めたことを決めた通りに進めるということは決して簡単なことではないと思います。関係者の皆様のご尽力に心より感謝申し上げます。昨年12月9日、地域の皆様にお支えいただきながら、この地で生産を続けてまいりましたトヨタ自動車東日本の東富士工場が53年の歴史に幕を閉じました。ここで働いてきた人は7000人、この場所に毎日1400万歩の足跡を残したことになります。これまでに生産した車は752万台、センチュリーからジャパンタクシーまで多種多様な車を世の中に送り出してまいりました。まさに日本のモータリゼーションを牽引し、人々の暮らしを支え、車文化を作ってきた工場だったと思います。東富士工場の DNA、 それはたゆまぬ改善の精神であり、自分以外の誰かのために働く U の視点であり、多様性を受け入れるダイバーシティ&インクルージョンの精神です。これらが人中心の街、実証実験の街、未完成の街というウーブンシティのぶれない軸として受け継がれてまいります。東富士工場の歴史をこの町の未来につなげたい、地域の皆様から愛され頼りにされるこの町一番の会社になりたい、それが私たち全員の思いであり、これから先も決して変わることはございません。これからも地域の皆様と共に
未来に向けた歩みを進めてまいりますことをお約束して、私の挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。